本日午前中に開催をいたしました取締役会におきまして、6月下旬の開催予定の定時株主総会終了後の取締役会で選定される執行役社長の綱川聡とする選定案を決定をいたしました。従業員の賞与減額、役職者の給与減額など、緊急対策を行ったことにつきまして、私としては経営トップとして、常に大きな責任を感じておりました。これまでもお話しておりますとおり、私の進退につきましては、指名委員会に委ねておりましたけれども、今回、綱川新社長に引き継ぐこととなり、私の中では一つの区切りがついたとの思いでございます。この度、執行役社長候補者としての指名をいただきました。当社創業以来の大変厳しい状況の中で、東芝グループ従業員の先頭に立って皆を率いる、その責任の重さを痛感しているところでございます。2016年度につきましては、先日、事業計画を公表いたしましたが、注力事業への集中を徹底するとともに、財務基盤の改善を最優先事項として取り組んでまいります。当社の従業員がこれまでに現場で築き上げてきた信頼関係、日頃の頑張りがあればこそだと感じている次第でございます。これらの従業員一人一人が自信を取り戻し、元気になり、エクサイトして仕事を取り込むと、そういう環境が実現できれば、当社の喫緊の課題も結果がついてくると、このように信じております。